演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ファミリーになってね、春の三色和菓子を食べたものです。いわゆる三色団子なんですけど、串に刺さってるタイプではないんですね、これを見る限り。ではあ、こんな中身はこんな感じです。結構重量感ありますね。串はないけどこういうピックがありました。ではこちらの桜餅からいただきます。桜餅はもち米の食感は控えめで、その分中のあんこの甘さと桜の塩気を感じることができましたね。もうちょっとお米感があっても良かった気もしましたが、これはこれで良かったと思います。そして草餅もふんわりとしてよもぎの香りが口の中に広がってきて、もちっとした食感でよく合っていましたね。でみたらし団子の中央の白のやつなんですが、これはちょっと甘みが強いタイプのみたらしだれですね。甘いのはあんこで十分なので、もうちょっとこれは塩気があった方が良かったかもしれないです。なのでまあ大粒で食べ応えはあったのですがね、ちょっと変化があっても良かったかなと思いましたので、全部トータルとしてこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。